私たちは宇宙船研究所に向かう電車が使えなくなったのでバスに乗ることにした。目指すバス停はこの先の大通りを右に曲がってしばらく行ったところにあるらしい。バカ野郎、こんな街中で撃つんじゃねえ。でもよ柴田さん、それじゃまたあいつに逃げられちまう。柴田さんがやらねえなら俺がやります。おいお前、覚悟しろ。彼女は関係ないわ、助けてあげて。ああ、泣かすねえ。だがダメだ、お前が取引現場のことを話しているかもしれない。あの金は防衛官僚との取引のもんだからな。そんなことが知れ渡ったら俺たちの組織も終わりだ。やはりここで始末するしかないな。武藤、しくじるなよ。観念しな。まったく、なんだありゃ、フライドチキンにするにはデカすぎるぜ。落ち着いてください、クミ様きっと無事です。なんでそんなことがわかるんだ。クミは外にいるんだぞ、怪物に襲われてたら。放っておいてくれ。
直樹さんなら救助されていきましたよ。安心してください。本当ですか？ええ、本当です。あなたも早く避難してください。そうですか、よかった。ありがとうございました。私も避難します。ここも危ないかもな。人が目の前で。何あれ。すればいいのか。皆さん落ち着いてあのバスに避難してください。
もうすぐ出発します。ユキ、今助けに行くからね。